流儀ですね。流儀です。今回は、すぐやれと。すぐやれ。すぐやれ。これですね、僕の塾生さん、まあ僕、ドリームアカデミアっていうのを運営してるんですけど、まあ塾生さんからね、この前、結果報告いただいて、まあそこに対してね、アドバイスしたんですよ。で、そしたら、また結果報告来まして、吉田さん、アドバイスしてもらった日にやって、40リスト。40リスト集まりましたみたいな。やりましたみたいな報告来て、やったーと、来た、つい来た。まあ、その塾生さんは結構ね、僕、古いんですよ。5、6年なんですよ、もうお付き合いが。で、ずーっとノウハウコレクターだったんですね。まあ、ずーっとノウハウコレクター。で、まあ、そのね、塾生さんが、まあ、今年、もう、本コース入って、もう腹くくってやりますみたいに。で、まあ、今年はね、アウトプット元年にしますみたいな感じで、まあ、本コースにこう、入門してきたわけなんですけど。いやー、よかった。これちょっとね、今年変わりそうですね。もしかしたら。わかんないですけど、続けてくれればですけど。でも結構もう、さすがにもう腹くくったと思うんで。なんか結局すぐやる人が全てを手に入れるとかいう本もね、売れましたけど、やっぱね、人生変えるためには、すぐやるっていうことが、僕ね、本当に大事だと思います。マジで。なんか、もうそれ一択でいいんじゃないかなっていう。みんな本当にですよ。僕ね、どれだけのお客さん、まあこれからもサポートしていきますけど、どれだけのお客さんがね、全然すぐやんねえかって話で。もう本当にやんないですから。何かの理由つけますから。まあ、かなりの確率で多いのが、仕事が忙しいっていう。これはもう8割、9割多いんじゃないかなと。いや、100歩譲って、まあ、それはしょうがないかもしれないけども、じゃあ、1分も時間なかったのかって話なんですよ。僕からすると。いや、1分取れるでしょっていう。動画1分でもいいじゃないですかと。なんでダメなのと。俺が、僕に教わってて、俺 OK 許可出してるんだよ。1分でも行きましょうっていう。1分も時間ないのかと。絶対あるんですね。ノー編集でもいいじゃないですか。でも僕の動画のノー編集見たから見て入ってるんでしょっていう言いたいんですけど。でもそれを言うと、いや、それは吉谷さんが経験あるからでしょ、吉谷さんが実績あるからでしょとかなんかいろいろまた理由が来るんですけど、いや、やらないと経験積まないよって話なんですよ。やらないと経験いつつくのっていう。今日やらなかったら今日の経験つかないですからね。いつ追いつくんですかみたいな。僕経験者なのにめちゃやってるし。だからもう負ける気しないですね。初心者の人に 100% 負ける気がしない。僕を追い越せる初心者の人が絶対いない自信しかないですね。15年経験積んでるし、まだやってるし、鬼のごとくやるし。なんでやるかっていうと、やるしかないので。単純シンプルでね。僕広告出さないって決めてるから。いや、広告出すんだったらやんなくていいんですよ。ぶっちゃけ。本当に。僕の塾生さんでもね、今広告で300万とか稼いでる人いるんですけど、広告で露出してリスト取ってステップメールで稼ぐみたいなね。だから広告出すんだったら別にいいんですけど、僕出さないって決めてるんで、広告にビタ一文出さないと。もうケチ野郎なんですけど。広告にはもう一切出さない。1円も出さない。俺の力だけで無料の限界を超えたるみたいな。Google のハードディスクの限界を超えるみたいなね。Google はどこまで俺についてくれるんだみたいなね。なんかそんななんかノリでやってるので。そう。だからどうせね、死ぬわけじゃないですか。なんで歴史作りたいなと思うんですよ。どこまでできるかっていう。まあこれは自分への挑戦ですね。Google への挑戦状でもあり、僕への挑戦ですね。どこまで動画本数いけるかっていう。Google への挑戦でもあり、僕への挑戦です。だって少なくても10万本ぐらいアップしたら、多分日本の本当にトップランカーだと思うんですね。本数は。でも胸張って名刺になるじゃないですか。だって誰もできないんで。誰もこの本数超えられないから、なんか胸張って言えますよね。エビデンス。なんか、いや、こんだけやりましたみたいな。まあ少なくてもこんだけやれる人がいないので、やりましたと。じゃあなぜこれだけ僕はこなせたのか、その方法はみたいなね。売れるでしょ。エビデンスあるし。ね。証拠あるし。ね、
そう、まあ、まあ10万本動画撮ってる頃にはアップしてる頃には、まあ、トークスキルもねまあまあねアップしてるんじゃないかなと。まあ今もね昔に比べると多分結構あの喋れるようになったんで、これから続けるじゃないですか。だからもっと喋れるようになるはずなんですよ、ずっと続ければね。うん、なんでまあまあ僕はすぐやりますね。うん、すぐだってすぐやる人しか人生変えられないと思ってるし、うん、まあそれはね反面教師でもだからありがたいっちゃありがたいですよね。だからすぐやらない人が人生全く変わってないっていう反面教師を僕は見続けてるんで、逆にね、逆にすぐやらない人だけが人生を変えられない反面教師をね、だから結局すぐやらない人だけが人生を変えられないっていう反面教師を見続けてるので、やれますね。俺はそうならないと俺はそうならない、俺はすぐやるよと、どんな状況でもやると、すぐやるということですね。だって1分ぐらいも時間取れないんだったらビジネスやめた方がいいっすよ、本当に。僕この前ね、あの隙間時間も僕集客してるわけですよ。隙間時間もね、隙間時間って暇じゃないですか。ぼーっとして、まあ大抵の人ぼーっとしてね、あ電車か、なんかニュースでも見ようかなとか、YouTube 見ようかなみたいな感じなんですか。まあ結構その隙間時間って、まあ本当に無駄に、まあ無駄はないんだけども、なんかぼーっと過ごす人が多いじゃないですか。僕ね、その隙間時間ね、もうインスタやりまくってるんですよ。とにかく隙間が空いたらインスタいいね回りしてるんですよ。で、なんか1000ぐらい、1000出てるかな、なんかめっちゃしてたら、アカウント一時停止になっちゃいましたからね、僕ね。だとにかくやりますね。もうもったいないんで、隙間時間。とにかく集客。そう、ビジネスで最も大事なのは集客ですから。集客ないと、なんだ、お金稼げないですから。で、僕は無料でやるって決めてるんで。うん、だそういうのが嫌だっていうことであるならば、広告勉強してください。本当に。お金かけてください。はい、僕はお金1円もかけずに稼ぐんで。それも決めてる。1円もかけず稼ぐ。広告費1円もかけず稼ぐって。終わります。